天台寺門宗の総本山の三井寺は、正式の名称を長良山恩成寺と言います。滋賀県大津市琵琶湖南西の長良山中腹に広大な敷地にあり、古国近江の名勝近江八景の一つ、三井の万象でも知られています。寺は光文天皇の王子大友の与太の大君が天武天皇より恩情の勅学を賜り、長良山恩情寺と称したのが始まりで、三井寺と呼ばれるのは天智天武持統天皇の産湯に用いられた霊泉があり、三井の寺と呼ばれていたことに由来します。長い歴史の中で再三の陛下で消失しましたが、豊臣氏や徳川氏の尽力で再興され、不死鳥の寺と呼ばれ、現在も国宝、重要文化財、名園など貴重な寺宝が数多く残されています。仁王門は慶長6年1601年、徳川家康から黄河の上洛寺より移築寄進されました。釈迦堂は室町初期の建築で、中世寺院の食堂の様式を伝え、本尊は清涼寺式釈迦如来を祀っています。本堂は三井寺の総本堂で、豊臣秀吉の正室北の真所によって再建され、桃山時代の名建築として国宝に指定されています。本尊の弥勒菩薩は天智天皇が信仰されていた霊像で秘仏となっています。鐘楼は慶長7年1602年に再建、梵鐘は近江八景三井の万象で知られ、宇治の平等院、高尾の神護寺とともに日本三名勝に数えられ、荘厳な音色は有名で、日本の残したい音風景百選に選ばれています。赤矢は天智天武持統天皇が産湯に用いたという泉が湧き、三井寺の名前の由来となっています。泉を守る扇矢は慶長5年1600年に建立、正面上部に左神五郎作の龍の彫刻があります。
霊生堂の鐘は奈良時代の梵鐘で、東大寺の鐘に次ぐ規模です。傷や欠損があり、中世の山寺領門の争いの名残や弁慶引きずりの鐘と呼ばれています。一切経像は室町初期の建築で、慶長7年1602年、毛利輝元により山口県、国政寺より移転、寄進されました。内部には、高麗版一切経を収める回転式の八角輪像があります。三重の塔は慶長6年1601年、徳川家康により寄進されました。元は奈良県木曽寺の塔で、室町初期の建築です。塔院には大師堂、勧請堂があります。微妙寺は三井寺の御別所の一つで、現地に移転されました。本尊は11面観音で、五国11面観音霊場第一番札所です。毘沙門堂は元和2年1616年の建立で、極彩色に荘厳された優美な建築です。観音堂は西国14番札所で、本尊は如意輪観音で、秘仏となっています。琵琶湖を眺望する境内には、札所伽藍の書道が並んでいます。今日はあいにくの雨の散策となりましたが、約1000本のソメイヨシノや山桜が広大な境内をピンク色に染める、歴史と文化が織りなす名刹の三井寺でした。